今チャンネル登録していただけるとこの葉っぱの命が、一日生きながらえます。勘弁しといてやろう。アイオスです。大原です。ということで本日は、また建物を建てていくっていう回になるんですけども、前回こう整地した中のこっち側のスペースですね、ここに一つちょっとちっちゃめの建物を一つ建てようと思います。横にいる村人ももちろん活用いたします。何になるかお楽しみにということで本日もよろしくお願いいたします。で、今日ここにちっちゃいものを建てるっておっしゃったというか、言ったんですけど、この範囲で言うとおそらく 12×12 だよな。あ、13か。これ1,2,3,4,5,6 の7の8の9の10の11の12の13 13 13×13 ですね。多分横にこうちょっとした出っ張った装飾とかやると思うんで、またちょっと微妙に変わってくるとは思うんですけど、ここにちょっとパン屋さんを作ろうと思っております。もともとこう食べ物が今地下拠点の方に帰らないと近隣人が安定して供給できないっていうのがありまして、さすがにそれはもうめんどくさいってなってしまったので、ここの方にパン屋が2人できます。ということで作っていきましょう。よし。ということで、いつもの柱を立てていくところからやるんですけど、ちょっと今回雰囲気変えてというか、ちょっとだけ石レンガの土台をやめようと思います。1階からちょっとこう木の土台でいくって感じになりますね。はい、ということで1階部分の柱ができました。なんとなくこう急に木製のものが立ちましたが、目立ちはするか。ここからどんどん馴染んでいくんじゃないでしょうか。こういう建物を多分どんどん増やしていけば、どうにか思うと思いますっていう、どうにか思うと思います、ちょっと違うか、何言ってんだこれ。マイクラの世界でこうしょっちゅうなくなるものランキング、俺多分足場だと思うんだよな。スポンジもしょっちゅうなくなるけど、俺足場やべえんだよな。ちょっとやりたいのが、なんかここにテントみたいの張りたいんですよね。ちっちゃいやつ。ほんとに2マスぐらい伸ばすといいんだけど、2マス伸ばすとこの道の監視するっていうちょっとした、参った。どれでもなるか。ということで続きやってまいりましょう。基本的に、高さが大体5ぐらい区切っているので、建物が大体こうやって合うんですよね。いいっちゃいいような気もするが、いいか。いいか。これがベースにはなりますか。ここに要素を付け足したら、やっぱり、でけえ煙突だなっていう、この壁の部分をもしかしたらちょっといじるかもしれないんですけど、ここら辺になんかレンガ作りのさ、でけえ釜があるみたいな、そういうのやりたいな。ちょっともしかしたらここの端で全部撤去するかもしれないですけど、一回ちょっと家の形だけでも作っていきましょう。はい、というわけで、屋根も含めた雑なフレームができましたね。あ、落ちた。こんな感じで簡単なフレームを立てれば、あとはもう壁つけたりだとか、建物より個性を持たせるっていう意味ではこう、煙突を作ったりみたいな、そういうのをやっていくわけなんですけども、屋根張っちゃっていいような気すんだよな。どうせ屋根はね、結構手入れやすいんですよ。削っても意外とすぐ戻せるっていうのもあるし、ただこう奥行きとかを持たせる壁をやり始めると、ちゃんとパターン1個決めてからやんないと割とめんどくさかったりするんで、こういうのはもう簡単なところから済ませていきましょう。
ということで、こっから見ちゃ何もわからんな。屋根が一応できたんですけどね。ちょっと飛びながらでもいいか。まあこんな感じで一番多分今まで建てた家の中だとかなりちっちゃめな感じになりましたね。ただこうやりたかったことみたいなものなんですけど、あれ待てよ、これストリートに屋根が、あーでもまあいいか、こっちこれでいいか、これでいいか、ワンチャンこっちのとんがってる部分面してた方がかっこいいかなと思ったんですけど、いやあーでも、あー待って待って待って、うわー、まっすぐの方がかっこいい気してきたな。いやいや、島の全体から見よう。あーこっちでいいか。あぶねー、ちょっと今屋根剥がすぐやったら全然手間ではないんですけど、こっちに煙突があるってみたいな感じになるか。まあまあまあ、これでいきましょう。ちょっと次はちょっと今回はもう内装も一気にやってしまいたいっていうのがあるので、ちょっとこの前半パートでも家自体はちょっと壁とかあって完成までさせましょうか。はい、というわけで、こっから大体店の内部が覗けるようにはしたいので、ちょっとここの壁だけ、普通に壁直付けというか、ちょっと奥行きがない感じになっております。で、奥行きが作れなくなってしまったことは、まあ、しょうがないんで、なんかもうこの辺は、なんか削ったりだとか、木を足したりみたいな感じでちょっとごまかしていきましょう。ちょっとこんな感じですかね、1階部分は。まあ多分ここはね、っていうか床張るかなっていうのはまだ未定なんですけど、ここら辺にちょっとでかめの石レンガの釜を構えたいっていう。でこの辺にあれですね、村人がこうカウンターみたいな感じで、こっちを見てて食べ物渡してくれるっていうのを、見た目と実用性の両立をするのがあくまで今回の目的です。というよりまあ普段毎回そうなんですけど、なるべくこう馴染ませるのがね、あの大事なんで、ちょっと食べ物屋さんを早く作りましょう。もうこれ以上あっちの地下宮殿に戻るのも大変すぎたんで、ちょっと2階部分もどんどん作っていきましょう。ちょっとこの辺も同時にちょっとこれを変えてしまいましょう。あれかな、ちょっと前半パートでこの家完成させて後半の内装やるためにももうちょいペースアップせんといかんな。急ぎます。はい、ということで床も張り替えました。多分ここはまあカウンターになる部分ですからね、そんなにやる必要はないですが、どっちもダブルカウンターっていうのはなんかおかしい気もするんだけどな。片側は間違いなくもうカウンター確定なんですよね、軽くやるとですけど。こんな感じで店の中がちらっと覗けるみたいなのが多分いいと思うからな。こことかをあえてオープンスペースにするっていうのはあえてありかもしんないな。まあ、ちょっと出入りができるみたいな。それでやるか。もうこっから見えるようにしたいんですよね。余計なこれもついたくないな。ダブルカウンター行くか。ダブルカウンター。ちょっと派手だが。まあ、派手なくらいがちょうどいいっていうからな。建築は地味なんで、はい、ちょっとダブルカウンターです。で奥にレンガの釜があるっていう。
よし、じゃあちょっと2階部分の外装をちょっと差し上げてます。この辺も普通にもうこんな感じでしゃがんで振っていくだけなので、まあ、そんなに難しくはないはず。一気にやっていきましょう。よし、というわけで超のっぺりおもんない壁ができました。まあこれで一応最悪内装はまあ進められることができるんですけども、外装がちょっと大変なことになってるのでちょっと外装だけちゃちゃっといじって、どんどん作っていきましょう。あ、でもテントぐらいちゃんと喋りながら作りますか。ちょっと次にここら辺にあのパン屋っぽいテントっていうのも変ですけどね、ちょっとよくある軒先のあのテントを建てましょう。一つはこうトラップドアでこうでやるのもちょっと思いついたんですけど、さすがにこれやるとあのこいつどんだけマスのトラップドアにこう頼りすぎるんだってなっちゃいますんで、まあでももう、もうそれ言われても遅いけどな、めっちゃ頼ってるし。まあせっかくなんでね、あの新しい色というか、なるべく綺麗な色にしたいんで、この辺にこうだな、こうで一個ずれてる、あ、大丈夫だな、よいしょ、これでなるべく交差した感じでやりましょう。こんな感じであの糸を使うとですね、カーペットを一応空中に設置することができるというか、下にある糸がこうアイテム扱いなので、こう置くことができる上に、透明で見たとき全くわからんと。これがまあ割と糸のいいところですかね。これをちょっと設置することで、まあ色合いを街にプラスしていきましょうか。まあ、やらないよくは多分いいと思うんですけどね。まあ、一応綺麗にはなりますんでね。こんな感じで、ちょっとなるべく街に色合いを出していきましょう。うん、いいね。ということで、まあ、詳しくは、まあ、最後のお披露目で見せるとは思うんですが、一応外装が大体出来上がりましたんで、後輩いよいよ、ここら辺にでけえ、まあ、かまどを置こうかなっていう。まあ、一応スペースはもう確保してあるんでね、そんなに時間かかんないと思うんですけど、やっていきましょう。ちょっとここら辺に、巨大なピザ窯的な、ピザ窯、まあ、パン窯ですわ。そちらを一つ、どでけえの建てようと思います。よし、ということでやっていきますか。一旦大雑把な形を組んでいきましょう。まあこんな形かちょっと一旦煙突だからどうせ上には伸ばすんで、この辺はもう伸ばしてしまいましょう。窓作った、窓、あ、もう世界一みたいな窓作った。まあどうせ塞がるって思って、どうせあの面あの家の裏側なんで、はい、はい、ということで、壁がレンガになりました。本当にこう今マイクラに線を描く機能があったらもっとビャービャーに響きまってると思うんですけど、こんな感じで煙突がこうまっすぐドーンってある感じをやりますっていう。で、このためには、ただ正直煙突、火使うのにこう、木があるのもちょっとおかしいんだけどね。石に変えてもいいのか。この辺のデザインはまあまだ決まってはないんでね。ここも変えちゃっていいか。レンガにするか。あー、まあ、悪かない。まあいいかどうかはわからんけど。ちょっとこれで
釜だから、まあ、一回フルブロックだけでちょっと作ってみましょう。どうせ後々でも調整は効く。まあちょっとフルブロックだけで形成したのもなんかあれですけど、まあこんな感じでしょうなっていう。これになんかこう階段とかでなんか傾斜つけたりだとか、ここになんか穴開けて火が実際出てるとこつけたりみたいな。もうちょい、もうちょい、こっちのこんな感じの幅があった方がいいよな。ちょっと待って。こんな感じかな。こうだな。これで、ちょっと上に伸ばしていきましょう。まあいい感じだな。まあイメージはこんな感じよっていう。まあこれからどんどん傾斜をつけるが、こうちょっと脇寿司も兼ねてるからな。これはちょっともうちょい丁寧にやりたいところではあるが、どうしようかな。この正面もちょっといじりたいな。階段か、階段だな。案外こういう傾斜をつける作業っていうのは結構大事ですからね。やるとやらないでだいぶイメージが変わってくるので、やれるときはやりましょう。で、あと下をなんか焚き火かなんかにして、ここになんかレンガで、こうだな、もう普通に、あ、でも中までレンガってのは変か。どうなんだ、釜の中ってレンガか。ちょっと待って、わかんない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 。調べます調べます調べます。はい、デカめの、デカめのレンガでした。あー、でもテラコッタのハークとかあればな、多分それっぽくもできた気もすんな、これ。まあ、こんな感じで下を焚き火にするってイメージでしょうね。いや、こういうのはちゃんとなるべく調べ物をしてからやると、よりディテールを組み込めるんで、僕はよく調べるって作業をやるんですけど、よく参考になる本みたいなのやっぱあるんですよね。よく僕こういうなんか中世チックな街作るのが好きなんで、よく中世系の本を読んだりするんですけど、13世紀のハローワークって本、これおすすめなんで、はい、めちゃくちゃ書いてあります。中世ぐらいの結構ローカルな食みたいなものも細かく掘り下げてあったりしたんで、歴史が好きじゃないって人でも割と楽しく勉強できる本なのでおすすめいたします。よし、これでここだな。ここに焚き火を置いてあげれば、まあ、ちょっと燃えすぎな気もするけど、まあこんな感じでしょうなっていう。ここ、いやー、蓋すんのおかしいんだよな。ちょっと1マス下はレンガにして、ドアとかつけられたらよりリアルだったんですけどね。なんかできねえかな。まあ一旦こんなもんか。いやー、でもいいね。この入り口からこうでけえパン窯が見えるっていうのはやっぱやりたかったんで、これはやりたかったことができてますね。ここまでやっちゃっていいかな。で、なんかこの辺に薪置くスペースみたいなの作ってあげて、まあ、実際にパン並べる棚みたいなのも作れば、うん、それっぽいのができそう。2階に上がる術をなくしましたね、その代わり。まいったな。まいったな。2階あるけど2階に入れねえな、この家。パン窯登ってもらうか、こんな感じで。ワイルドスタイルだな。ちょっと後ろの方にも、デカめの煙突を作りましょう。そのためには、やっぱこう、外からの煙突で視認できた方がやっぱ楽しいと思うんで、この辺、ちょっと改造しちゃいましょう。そのために、ここ何もやってなかったんで。はい。まあ、理由はハリボテだったっていうのもあるんですけど。まあ、今からやるので、ハリボテじゃありません。はい。この辺だろうね。どうせダミーの煙突ではあるので、そんなに深く考える必要はないんで、この辺にちょっと壁と屋根をぶち抜きつつ、でけえ煙突を作りましょう。偉い人言ってたんで、はい、煙突はでかいほどかっこいいって。はい、車と煙突はやっぱでかいほどロマンが詰め込めますから。はい、武装した車とか僕大好きなんで、
変形する系のね、ああいうあんな感じを目指してはないけど、まあ作りましょう。いいね、この1階からこう天井までぶち抜くような巨大な煙突、結構でかいよ。いいね、今年で作った煙突で多分一番でかいけど、ここちょっとのっぺりしちゃってるから、ここなんかいじりたいね。なんかこう横幅に持たせるみたいな感じだとか、あのバットレスだっけな、確か外壁を押さえるための石の壁みたいなものがあるんですけど、そんな感じになりそうなんで、よし。で、煙突はちゃんと屋根の高さまで上げるのが確かなんかあったはず、そんなルール的なものが。これ綺麗な 3×3 にもしたかった気もするが、まあそんな気にならんか。めちゃくちゃ高くはしてえな。ただこの辺からちょっと細めてみるとかやってみるか。縦に伸びてきましたな。反射炉みたいになってきた。こん、あ、まあ、まあいいだろう。考えすぎもよくないんだな。こんな感じで四隅にも違う色の塀とかも使ってると結構綺麗なんですけどね。まあまあまあ、今回はレンガをちょっと使いたかったので、こんな感じで、よくあるレンガの煉突ですね。これに、最後にハーフブロックを敷いて焚き火を置いてあげたら完成です。ちょっとここ緊急の足、こうだな。でここら辺に置いてあげましょう。あ、これでちょっとリアル感が増したんじゃないでしょうか。まあもっと煙の高さを高くしたいって人がいれば、あの小麦ダール入れてあげれば一応伸びるんですけど、めんどくさいので僕は入れません。はい。理由はそれだけです。あえてこう、高さを変えてみる。どうなんだろう。で、この辺とかもさ、塀を混ぜることでさ、凹凸を、ただ凹凸を求めるだけっていう。どうなんだろう。いいのか。よし。で、ここら辺も、凹凸を加えながら、ちょっと横幅に広げてあげるみたいなことやってあげましょうか。だから、この、ここも階段とかを本当は使いながら音つけた方がいいのか？ちょっと待ってよ。もうちょい音つけてんだけどな、正直な話を言うと。こ、手前にもっと出っ張らせたい感はちょっとあるね。まあまあまあ。これはこれで、まあいいのか。隙間もちゃんと塀で埋めることで凹凸を、凹凸ジャンキーなもんで、こんな感じで。とにかく凹凸つけなきゃ気が済まんと。ここもなんかな、秘密の入り口かなんかで開けとこうかな。なんかで使えそうな気もすんだよな。で、ここ一応煙突の裏側なんで、こっから地下室行けるとかあったらちょっと面白いだろうな。残しとくか。ドアつけるか、ここに。こうだな。これ、裏路地から入る煙突のドアってなんかちょっとロマンあるな。あ、これいいな。で、これで、下に出るように。いずれ多分ここ全部蓋しちゃうというか、この下に降りる部分もどんどんなくなっていくと思うので、ちょっと合法的にちゃんと下に潜れる部分は作りたかったんでね。これは、ちょっといい場所を見つけたかもしれない。で、ここ普通に敵枠な。危ね危ね。よし。ここだな。これで、ここもちょっと合わせるような感じで、いじってあげましょう。こうか。こうだな。
まあ内装もこんなもんでしょうな。割と案外シンプルな感じで収めたんで、いよいよちょっとまあ最後の公表というか最後に全体像もお見せして、お披露目といたしましょう。ちなみに最後かまどのこの部分を塀にいたしました。よりかまどっぽくなったね。お披露目でございます。ということで長らくお待たせいたしました。もうチラッと見えてますけど、お披露目でございます。影モッド、というわけで影モッドにいたしました。そろそろ路上の体罰を取り除く程度、この辺もちょっと一回街リフォームじゃないですけど、細かい装飾やるかいっていうのを挟んで、ちょっといつか松明は取り除きましょう。未だにこの松明ちょっと目立ちすぎるんでね。こちらの方をまっすぐ進んでいただけると、見えてまいりましたね。本日作ったものは、パン屋でございます。楽しそうに今、作業しておりますね。ボートに乗せられてるのは彼らが脱走を図ったからです、と。いやー、今までのこう、原肉と違って、ちょっと小さめの家だったんで、まあいい感じになるかなと思ったんですけど、まあまあまあって感じの、そこそこな、馴染み具合ですからね。この、まだちょっとここに建物どうせ建てるとは思うんですけど、ここから見ると、やっぱこう、街並みがよく形成されてきたなと。早くこう、アップデートが来た後に、このベリーのところをツツジだとかに入れ替えていきたいっすね。やっぱいろんな植物を持ってた方がやっぱ楽しいっていうのもあるんで、こっからとまあ見えません。ちょっとだけ見えるか。でけえ煙突がやっぱ後ろにあるんでね。それもちょっとお見せいたしましょう。で、路地です。ここもちょっと適当になりがちになってるので、ちょっと街細かいの手入れたらやりたいっすねっていう。で、ここ後ろ側。でかい屋根が。でかい屋根で煙突ができましたね。これがやっぱやりたかったんでね。こういうのがやっぱ一番いいっていう。で、一応改めまして、こちらが隠しドアでございます。まあ、中身は下に行けるってだけっていう、何もやってはないんですけど、いずれこう、この石の土台がどんどん広がっていって、下に行けるところが減ってくると思いますので、貴重な入り口ですね。で、内装に入ろうと思います。こちらの方に、あららと、村人たちが今、ここでまあパン屋の作業してるっていう設定ではあるんですけども、なんといってもやっぱこのでけえ釜ですよね。一番特集するべきというか、まあ紹介するべきは。なるべくこう現実準拠でこう2層に分けて下は焚き火置く場所みたいな感じでやったんですけど。まあなんかそれっぽくなったんじゃないでしょうかね。で、こちらの方にドアがあるんですけども、こんなところにドア開いたら村人逃げるんじゃないのと思った方はご安心ください。ちゃんと逃げられません。はい。窓としてやったらここ眺めいいな。ランタンも微妙に揺れて、あらおしゃれと。こんなところですかね。多分脇通しもできてると思うんですけど、いつかちゃんとあのライトオーバーレイってやつ入れて、変えられるようにはしときましょうかね。本日制作したのが小さめでしたけども、まあ、パン屋を作るっていう。ここに作ったこのパン屋で、今後ちょっと食用安定させるっていうのと、いずれ多分ここゾンビ化させて、金人参を安く買えるっていうようにしようと思います。いやー、まあ今4月入って、まあ多分今4月6日に撮ってるんですけど、そこそこ街並みが見えてきたかなっていう。いずれこう、ちゃんとなんかね、こう、島の部分の節とかもちゃんと手入れたいなと思ってますんで、他にもこう、あの島と繋げてーなっていう野望があったりだとか、船作るぞみたいな、まだまだ4月ですので、あと8ヶ月間。どこまで発展するかわかりませんが、今後ともどうかよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回もどうかよろしくお願いします。それでは。